私の母が、私の中学時代の先生、母より少し年上の女性と、中学卒業後も連絡を取り続けていて、未だに時々会っている。先生は、定年にはまだ早い年齢だが、家族の介護を理由に早期退職していると聞いた。先生は、私のことを気にかけてくれていて、大学合格と卒業時にプレゼントももらった。私は、この先生のことを良い先生だとは思っているが、私の悩みや困っていることをそれとなく聞いては、母に報告しようとすることがあって、苦手なところがあった。その先生から昨日、LINE が届いて、私ちゃん豪華なお花とおせんべい、ありがとう。玄関に飾りました。せんべいは、甲殻類にアレルギーがあるから、先生は食べられなくてごめんね。家族が喜んでくれました。と書いてあった。花かごの写真も添付してあって、母の日に送るようなものだった。全く覚えがない。先生の誕生日でもないし、私が花かごとお菓子を送る理由もない。先生のアレルギーは知っているから、プレゼントを送るとしても、エビが入ったお菓子など私は絶対に選ばない。母に確認すると、先生にはいつもお世話になっているから、私の名前で送ったそうだが、普通一言ないものなのか、と思った。私は、大学時代、母に内定を勝手に断られ、在学中に就職が決まらず、1ヶ月の無職期間を経て、今月からようやく働くことができたのだが、先生にはまだ報告していなかった。私が無職だったことは知っているので、先生は、私が無職のくせに、親の金で、豪華な花かごを買ったのではないかと思われてしまうのではないかと思った。先生には、母が買ったものであることは伝えたが、私ちゃんの名前で送るなんてお母さんの愛だね。という内容の返信が来てげんなりした。母は、大学時代も、勝手に、大学宛てに、ゼミの先生に、私の名前でお歳暮を送って、私が先生に、受け取れない、こういうことは困ると注意されたことはあるが、まさかまたやらかすと思わなかった。保証人宛に送られる成績表に、ゼミの先生の名前が書いてある。早くお金を貯めて家から出て行こうと思った。先生が、保護者と連絡先交換に応じるなんてあなた問題児だったのでは？私や兄の担任が、母と同年代か、母より年上の女性であれば、個人的に連絡を取りたがるんです。私たちが、学生の頃、母は、先生方に、子供のことで連絡したいから、と言って、個人的なメールアドレスや電話番号を聞き出していました。大学ではさすがにしなかったけど、両親は、夫婦仲が悪く、父は、子育ても家事も母に丸投げで、私が大学を卒業した時に、そういえば、お前どこの大学だったんだ？専攻は何？と聞いてくるくらい子供に、関心がない人なので、家族について愚痴を言える存在が欲しかったみたいです。通っていた小中学校では、生徒と先生の連絡先交換は禁止だったのですが、保護者になら、普通に連絡先を教える先生もいたんですよ。先生によっては断ってましたが、私の高校は、在学中から教える先生は少なかったが在学中でも、教師と生徒の連絡先交換が自由だった。母が花かごを送った先生は気さくな先生なのですが、口が軽くて不安になるので、基本的に私からは連絡しません。褒めると生活費を出してくれる赤の他人と思ってやり過ごしましょう。愚痴りたいなら、職場や友達に話してほしいよね。先生は、先生でも、幼稚園の保育士さんじゃないから、関係はギリギリ小学校までだよね。大学なんて、単位欲しさに賄賂を送ったって、悪印象しか与えないってのは話すべきだ。母親に必要なのはカウンセリングだと思った。母親のせいで、学業は悪印象を与えられて、足を引っ張っただけだし、就職も、子供の意思を無視して、蹴るし、今回なんか生命に関わることだから、人の名前使って、人に危害を加えるところだった。そこは説明して怒るべきかも。後手後手だから、
先回りすることもした方がいいかも。就職先に母親に連絡がいかないようにしないと、また会社に連絡されていれなくなると思う。言ってることはもっともだけど、保育士がいるのは保育園だ。大学の先生へのお歳暮については、大人になったんだから、普段お世話になっている人に。お歳暮を送るのは当然、あなたは学生でお金がないから、代わりにお金を払ってあげた。と言われました。賄賂と思われる、先生は、学生からの贈答品は受け取らないと説明したら、今度、私この名前でプレゼントを送るときは事前に相談すると言ったので、信用してしまいました。母は、今回のことについて、プレゼントは前日の夕方に申し込んだから、こんなに早く着くと思わなかった、後で言おうと思ったけど、それより早く着いた。と言っていました。母は、先生のアレルギーについては全く知らなかったようで、青ざめた顔をして、すぐに電話して謝っていました。先生も、LINE のトプガを鼻かごにするくらい喜んでくれていたから、すごく心が痛かった。母に、勤務先には絶対やらないで。もう、二度と、人の名前でプレゼントを送らないで。と言ったら、わかってるよ。社会人なんだから、自分でやりなさいよ。もう、あなたは、無職でも学生でもないんだから、お金出さないからね。とずれたことを言っています。